およそ20年ぶりとなる新紙幣の発行がきょうから始まりました新しい紙幣の発行が始まったきょう奈良市にある南都銀行本店や一部の支店では新しい紙幣への両替が午後1時から始まりました両替開始と同時に多くの人が新紙幣を求めて訪れました これを早く見たいなと思ってね20年ぶりでしょ、これね、だからあの、まあ、大事に使おうと思ってますけどね、新紙幣の肖像には、一万円札に日本近代社会の創造者と呼ばれる実業家、渋沢栄一、五千円札には女性の地位向上と女子高等教育に尽力し、後の津田塾大学を創立した津田梅子。 千円札には近代日本医学の父と呼ばれる細菌学者北里柴三郎がそれぞれ採用されていますまた外国人でもわかりやすいように数字が大きくデザインされているほか世界初となる最先端技術も採用されています今日から発行が始まったこの新しい紙幣には偽造防止技術としてこのように角度をつけると 肖像が三次元に見えて回転する 3D ホログラムが世界で初めて紙幣に使われています一方で、新紙幣に生産機や両替機、券売機などが対応していないまたは間に合っていないケースもあるといいます生駒市では3カ所の駐車場を運営していますが設置されている生産機は新紙幣に対応していません 今日からということですし、しばらくの間は、旧新紙幣っていうのの,の,あの比率が、まだまだあの旧紙幣の方が多いと思いますので、新紙幣流通の方が多くなってきた頃には、変更させていただけたらと思っております。新紙幣の場合は、その場で使用できる紙幣に交換する対応を取るということです。 2004年以来、およそ20年ぶりとなる新しいデザインの紙幣今後、どれだけの事業所で対応できるか課題も残っています。